タレントの上沼恵美子が28日放送の読売テレビ、中京テレビ、上沼、高田の釘付け、毎週日曜前11時40分に出演し、歌手の中森明菜との意外な接点を明かした。新たな旅へ出発する人 SP と題した企画で、復活へ再始動する中森明菜を取り上げた。中森は、開設した YouTube チャンネルに動画を続々と投稿し、タトゥーのジャズアレンジは500万回超の再生数を記録。7月13日の59歳の誕生日には、ファンクラブ向けのイベントを開催するとされる。